バンテアイサムレは、カンボジアのアンコール遺跡群における、寺院遺跡の一つであり、東払いの東側に位置する。12世紀中頃に、スーリア・バルマン2世の統治時代に作られた、アンコールワット様式のヒンドゥー教寺院であり、超アンコールワットとも言われる。高さ6メートルの外周壁に囲まれたバンテアイサムレは、インドシナ半島の古代民族、サムレにちなんで名付けられ、 サムレ族の砦の意を持つ。寺院はバンテアイスレイと同じ材料を用いている。バンテアイサムレイは1936から1944年にフランスのモーリス・グレーズにより修復された。ラテライトの外周壁ラテライトで作られた周壁がほぼ正方形に囲んでおり、外、内周壁の東西南北それぞれに東門を持つ。 外周壁は83-77メートルであり、通常、ラテライトのテラスから続く東門より入場する。内周壁は44-38メートルである。内周壁には回廊へと改造された痕跡が認められる。二重の周壁には、レン窓が見られ、円錐状の塔を持つ、中央指導と東側の基壇上に南、北となる二棟の胸像などを備える。 寺院の東西に山道があり、ラテライトの上に砂岩を敷いた東山道は延長200メートル、境界石が両端に認められる西山道は350メートルに、及び東払いの東端まで続く。ありがとうございます。